山椒、山椒、山椒、学名、ザンタークセロムピペラートムは、未完化山椒属の落葉低木。別名は、はじかみ。原産国は、日本であり、北海道から薬島までと、朝鮮半島の南部にも分布する。若葉は、食材として、木の芽の名称がある。お株と芽株があり、山椒の実がなるのは、芽株のみである。学名のザンタークセロムは、 黄色い木の意味で材が黄色いことから。また、ピペラートムは、胡椒のようなという意で、身が辛いことから来ている。胡椒の字にはカンバシーの意があり、山の香り高い意味であることから、山椒の名が付けられたと考えられる。別名である、ハジかみ、胡椒は生姜などの他の香辛料の別名でもあり、その区別のため古名では、サハジカかみ、ウ胡椒、なるハジかみ、なりハジかみ。 聖古賞と呼ばれた。恥は網が弾けることから、神は、ニラ、ニラの子名、神らの意で辛いことを示す。ふさは、棒状に、実がなることであり、なるは実がなる、恥神であることを示せ。英名は、ジャパニーズペッパー、ジャパニーズプリカリーアッシュ。落葉樹林に自生する落葉低木であり、乾燥や、季の日差しに弱く、半日陰の湿潤な地勢を好む。 樹高は3メートルほど、大きなものは5メートルになる。枝には鋭い棘が2本ずつつく。突然変異で、棘のない株、未生苗が稀に発生することがある。棘のない実産椒、メギとして、田島国の朝倉谷、兵庫県武市岡町、朝倉地区原産の朝倉山椒が穴だが、日本各地に棘のない山椒の栽培が見られる。荷がなるのは、メ株のみである。 葉は五星、奇数上腹用。長さ十から十五センチメートルほど。五から九体の小葉は一から二センチメートルの楕円型で、円は虚子状。裏は表に比べ白っぽい。葉には油点と呼ぶものがあり、潰すと方向を放つ。油点は細胞の間に油が溜まったもの。太陽に透かして見ると透明に見えるので、明点とも言う。花は、 4月から5月頃開花し、直径5ミリメートルほどで黄緑色。尾花は花残章として食用にされ、バ花は若い果実、または完熟したものを利用する。果実の直径は5ミリメートル程度。はじめ緑色であるが9月から10月頃に赤く熟し、劣化して中の黒い種子が出てくる。バ花には2本の角のような雌しべが突き出す。なお、 実産省の収穫量は、和歌山県が国内生産量の約80%を占めている。和歌山県の有田川町、旧清水町、君野町の特産品として栽培されている、ぶどう山椒は、果実、果保が大型でぶどうの棒ような形でたくさん実るため、このように呼ばれている。山椒の仲間の山椒属は、世界の熱帯、亜熱帯及び、 温帯地方に広く分布しており、250種余りが知られている。代表的な同族医師を一家に列挙する。古くから香辛料として使われており、薬用にも使われる。縄文時代の遺跡から出土した土器から、参照の果実が発見された例もある。木材は、すりこきにする。日本の東北地方など各地でこれを似たものを川に、 流し魚を取る毒もみと呼ばれる漁法があった。中国では、ファーチュカショウ、ホアジャオと呼ばれる、同族別種カホクザンショウ、ザンタークセロムバンジェナム、エ名メシチュアンペッパーの果実のカヒのみ用いる。日本の山椒とは、香りがかなり違う。四川料理で多用される。煮込み料理、炒め物、麻婆豆腐などにカヒを加えて、風味をつける。 乾燥粉末を料理の仕上げに加えると、四川料理の特徴と言われる舌のしびれるような、独特の風味が得られる。また、ご高粉の材料としても用いられる。いった塩と同量のファーチューの粉末を混ぜたものを、ファーチュージオ・カショウエン、ホアジャオエンと呼び、揚げ物につけて食べる。樹皮及び火皮は、薬としても用いられる。漢方で、ファーチューは、食胡椒とも呼ばれ。 剣胃、鎮痛、苦中作用があるとされ、大剣中油、奪い丸などに使われる。日本薬局法では、本種及び同族植物の成熟した火で種子をできるだけ除いたものを、省薬、参照としている。日本薬局型に収載されている苦味ンキや、正月に飲む縁起物の薬用種の塗装の材料でもある。果実の、主な、辛味成分は、参照をる。 酸素アミド、不法和脂肪酸イソブチルアミド。他にゲラニオールなどの芳香精油、ジペンテン、シトラールなどを含んでいる。寛容や香りを楽しむものとして、苗木は店舗販売ではポピュラーであるが、家庭で大きく育てるのが比較的難しい類の植物である。水はけの良い,い土質を選び、排水の悪い粘土質の土では、根腐れや害病、白の病などを起こしやすい。 その一方では豊富な水分を要し、水切れすると枯死しやすい。真夏の直射日光には弱く、生育には半日影の場所が適し、日の当たりすぎる場所では葉が茶色くなって落葉し、一見枯れたようになる。また移植に弱く根から土を落として植え替えると枯れてしまう。秋の落葉後、翌年春に芽が出ず枯れ死してしまうことがあり、幸い農家では、 収穫量が増えない悩みの種となっている。自生させれば数メートルに成長し、収穫に手間であるため商業栽培では適宜選定す。兵庫県矢部市の朝倉山椒組合では、朝倉山椒発祥の地として、数年前に枯れしにくい有料苗の生産に成功し、現在は地元の農家に苗の配布を行って、収穫量の増加を目指している。 アゲハチョウカノチョウの幼虫の食草でもある。小さな株なら一匹で葉を食べ尽くし、丸裸にされてしまうこともある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。